ですよ。面倒しちゃったじゃねえか、バカ。どうも、ゆうじょうです。はい、今回免除の件についてお話ししたことがあります。まず結論から申し上げますと、今回免除の件について、僕は一切悪いと思っておりません。これは自信持って言います。で、動画を消したことに関しましては、その後ね、親御さんとご本人から謝罪がありまして、深く反省しておりますと。そういったね、謝罪があったので、ただ消しただけです。で、お前ら、ネットアンチのポンコツたち、ネットアンチがいるのか、今回は。たくさんの方からね、こういった意見がありますけど、お前らさ、肖像権の侵害だと言ってるけど、本件申し上げるんで、確認済みです。未成年でも同意して購入している以上、肖像権の侵害に当たらないという結論出てます。はい、だからお前らな、想像の世界なのか、ちょっと調べた世界なのか分かんないけど、分かんないだろ、本当に。な、今回ね、お店のこれルールなんで、成人だと未成年だとか、お店のルールを実行したわけで、なんでこんな炎上したのか俺には分からない。なんでこんなことで騒ぐの、お前。他に楽しいことないの。こんなことよ。こんなことでなぜ騒ぐの。これがね、怖もての人が来たらお前やるのかとか、いろいろ書いてあるけど、やりますよ、それ。俺ら。そういうの、何も可能性もね、怖くないんだけど、ただお店のルール実行しただけだから、お前なんかの陰キャと違うのよ。画面越しでカチャカチャポチポチやって、攻撃してるだけの陰キャと違うから、俺はリアルにこういるから、わかリアルを生きてる人だからさ、誰が来ようが、そうなった場合、お店のルールを実行するだけなんで、ご理解お願いします。大丈夫ですよ。面倒しちゃったじゃねえか。まあ、知ってる人も多いと思うんですけど、この池袋の、鈴の木っていう、ラーメン屋、つけ麺屋の、劉社長ですね、中学3年生に一発芸をさせた、で、同化拡散ルールで、発動して炎上したネットアンチに物申すお前らみたいな陰キャと違う。要は中3の子がご飯かなんか残しちゃったんだよね。で、残した子には一発芸させる、ネットで晒すっていうルールがあって、その元でやって、でもそれはやりすぎなんじゃないかとか、まあ、いろんな人にね、このブーブー言われて、まあ今みたいな返答をしているわけですよ。で、これに関してまあ思うのが、劉社長のこの言ってることっていうのは別に間違ってない、やってることも間違ってないと思うんですよ。ただ僕が一つ気になったのが、最後ね、これこれこうでこうだ、ネットのね、その、お前らと違う、バーカって言ったじゃん。そこなんだよね。わざわざこのバーカとかさ、このネットで中傷してるやつ、お前ら人生楽しいのかとかさ、それは言わなくてよくね。要はさ、こんだけさ、この奇抜なキャラだからさ、まあ、ネットに助けられて、商売もうまくいってると思うんだよね。だからネットの恩恵も受けてるわけじゃん。ってことは、当然こういうさ、奇抜な人だから、アンチも湧くわけよ。それはね。で、なおかつさ、こうやって炎上しちゃったわけじゃん。そしたらさ、そのアンチが喜んで、ギャー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 言うじゃん。で、それはしゃーないよね。マストだよね。に対してね、この社長である、責任者である、この彼が、バカとか、いや、お前らは陰キャラとか言うのは、俺間違ってると思うんだよね。だってネットでさ、こんだけね、規模がでかくなって、まあ、ネットの恩恵も受けてればさ、それは、心ないアンチもいるわけじゃん。それに対してさ、まあ向こうはいろいろ言ってくるよ、アンチの方は。でも、この人はさ、あくまでもさ、この責任者、社長であり、まあ、代表だし、店もあるし、この品格がなきゃいけないわけよ。もちろんこういうさ、おちゃらけんのは全然ありだと思うわけよ。に対して、その、バカとかさ、お前ら陰キャラとか、まあそれは大人気ないよね、それ言うのはね。だから自分の正当性だけを話せばいいじゃんって思うんだよね。だからこの人がさ、柴田みたいに完璧に YouTuber のキャラ、YouTuber としてだったら別にバーカとか会うのはありだと思うわけよ。でもこの人は違うじゃん。商売やってるわけじゃん。で、YouTube をこの動線にしてるわけでしょ。で、こういう風にさ、バーカとかさ、お前ら陰キャラっていうのは違うと思うんだよね。ってのがまあ僕の意見ですね。別にこの人嫌いじゃないです。あんまよく知んないけどね。だから、ちょっと大人げないっていうか、まあそもそも仏教が俺大事だと思うんだよね。仏教でさ、このバーカとかさ、お前らとかさ、その暴言吐くっていうのは禁止されてるわけよ。自分がされたとしても、やっちゃダメでしょって話なわけ。特にこの人はね、この社長でありね、この立場あるから、品格は求められるから、それはダメでしょ。余計なことしない方がいいんじゃねえのっていうのが、まあ僕の意見です。どうもありがとうございました。